今回は左一軸スイングの方でやってはいけないこと、よくある注意点、危険な内容について強くお伝えしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。左一軸スイングの方でよくあるパターンですね。左足に軸を感じたいということで、アドレスが左体重になりすぎてしまうっていうパターンですね。実際の正解は、左足に5.5、右足に4.5程度の 左荷重です。これを73とか82にするパターンというのはかなり稀なんですけど、73ぐらいのケースだと考えられるちょっと過剰な体重配分のパターンです。意識の中の体重配分と実際の体重配分って違ったりするんですよね。なので正面から動画撮影、写真でもいいので、客観的に見てもらって、左足に5.5の荷重ということを 基準に確認してくださいこれもし左足に体重乗せすぎちゃうと動きに差し支えが出ますスイングのエラーを作るためのセッティングになってしまうのでミスショットを生んでしまう準備ということになるので必ず客観的に確認ください次にバックスイングの動作です体重移動をほぼしないということでその場で振り上げるんですけどどうしても左に意識をするあまりリバースと言って 背骨が左に傾いてしまうパターンです。意識の中では左足に重心を感じてて、左軸として動けてるなという風に陥りがちなんですけど、実際、角に左に傾いてしまったりすると、背骨が一度左へ傾きます。そうすると、クラブ軌道としてはアウトサイドインになります。スイングのタイプの特徴ということで、この特徴を角にしてしまうと、アドレスでもスイングの動きでも、 エラーを作ってしまうことになります。左一軸ということで体重移動はほぼしないんですけどアドレスからトップまでの区間で0.5右に行くこと自体は OK です。左に傾いてしまうというパターンは完全にアウトになってしまうので動画撮影をしていただいて客観的に体の状態を確認するということがポイントです。傾いてるつもりがないのに 正面から動画で撮影して確認したら傾いてしまってたということもあり得ます。スイング中の意識ってこういう動きをしているつもりというのが実際客観的に動画で動きを見るとイメージと違う動きになっているということもあるのでこのあたりは疑いながら練習をしていくことが質の高い確認と練習をすることができます。はい、次にバックスイングの右膝です。左一軸スイングの方は 右膝が伸びていって OK です。ただ、意図的に伸ばそうとしてしまうと、これはスイング動作としてエラーを生んでしまって、クラブがインサイドから降りてきてしまったりといった原因になります。スイングの構造、ロジックとして、重心配分がほぼセンターにいるまま体をひねると、自然と膝が連動して伸びますよということなので、意図的に伸ばしてしまうと、逆に特徴に反した 全体の動作を作ってしまいます。意図的に右膝を伸ばす限り、クラブはインから降りてきてしまいます。これが正しい動作をした結果、連動して右膝が伸びる分には、インサイドから降りてくることは、左一軸スイングの方にとってはありません。ただ注意点で、他のスイング部分でインサイドから降りてくる原因を持っている場合は、これはインサイドから降りてくることはあり得るでしょう。特徴というのは、そのまま、 意識をしましょうというわけではなくて、直す必要がありませんよ、それでいいですよというような、ゴルフスイングの情報としてのストッパーのような役割として捉えてください。左一軸スイングのタイプだからこうしますというわけではなくて、現在のスイングがどうなっているかというところを把握した上で、どこにどんなエラーがあって、それがどのようなミスにつながっているかということです。 スイング動作のエラーを全体的に見たときに、どれから修正を加えるかというところが鍵になります。もう正直このあたりになると、スイングのエラーを見抜くとか、正しい順番を作るとか、というのはめちゃくちゃ高度です。専門的な知識が必要不可欠なので、オカッチが考えるゴルフコーチとしての知識として、完璧なスイングの構造を理解していること、フォースタンス理論を完全に 理解していること。そしてこの二つをうまく使えること。合計三つの要素が100点満点に達したときに最高のレッスンができると思います。当然世界で通用します。オカッチ自身もそこまで到達しているということを自負してレッスン活動もしています。スイングのことで悩まれた場合、コメント欄やお問い合わせの方からご相談ください。はい、次ですね。左一軸スイングの特徴で ダウンスイングインパクトで、まあ、フォロースルーもそうですね。体が上昇する、いわゆる伸び上がりですね。この伸び上がりイコール、体の出力の出し方の特徴になります。伸び上がるからトップするだとか、そんな情報が飛び交っている事実もあります。伸び上がるタイプ、伸び上がらないタイプあります。 ただ、どのタイプだとしても、伸び上がりを直接伸び上がらないようにするとか、ダウンスイングで前傾キープしながら打つ練習とか、これはもう意見ではなく事実ベースとして NG です。必ずバックスイングで直します。これを前提に、伸び上がろうとする。これも避けていただきたいパターンです。正しいアドレス、バックスイングができたことで反射として体が伸び上がる形の いわゆる正しい動き、正しい出力の出し方の動作が自然とできてしまうというこういったロジックなので、意図的に伸び上がろうとするのは、これちょっとまた種類が異なります。ただ、イメージとして伸び上がりながら振りますよということを認識した上でスイングすることは問題ではありません。伸び上がることに重きを置いて練習に取り組むことは、これもスイングのエラーを作ってしまうことになりますので、注意が必要です。 はい、次ですね。左一軸タイプの方は、トップで右肘が、この体の水落ちのラインに揃ってきます。プロゴルファー、プロの選手でも、右肘が開くタイプ、右脇が閉まってるタイプ、選手によって様々ですよね。これは、左軸スイングか右軸スイングかの違いです。細かく言うと、左一軸か二軸かでも、肘のポジションは異なりますが、基本的には左軸の方にとっては、右脇の方が、 ままってきますこの右脇なんですけどよくタオルを挟むってありますよねタオルを挟む練習というのはオカッチは全力で止めます右肘が右脇が閉まらないとします閉まらない原因というのがあります閉まらない形にトップが行き着いてしまうベクトルがアドレス指導からトップまでの区間に含まれてるから結果閉まらない開いてしまうということなので このベクトルに注目をします。そのベクトルごと正しい方向に変換することが具体的なスイング修正としてのやることです。正しいベクトルに動作が働いた結果、右肘、右脇が正しい位置に来るということなので、そこのベクトルを変えずにタオルを挟んで無理やり動く練習をしたとします。これで1000球、1万球打ったとします。 タオルを外した瞬間に戻ります。戻らないとしても、その戻らない期間は短いです。体に負荷もかかります。車のアクセルとブレーキでよくこれは例えるんですけど、ブレーキを使わずに正しいアクセルを踏むのみにしましょうということです。バックスイングのフェースローテーションですね。アームローテーションが入ると、右肘、右脇は締まりますよね。 例えば、アームローテーションが全くなくて、シャットに上がってきたら、当然、右肘は開きます。というような例です。まあ、これ、まだ他にもいろんなパターンがあるんですけど、わ、まあ、かりやすい例を挙げると、こういうパターンですね。なので、憧れの選手と自身のスイングを横並びにして、ここが違うから、こうしよう、みたいな。間違い探し、みたいな形でスイングを考えると、他の部分にエラーが起こったり、 ヘッドスピードが落ちたり、練習サボるとすぐにもともとの癖が出ちゃったりっていう状態になります。いやいや、ゴルフは練習量が重要で、練習サボったから戻るのなんて当たり前だよっていう考えもあると思いますが、間違った練習をすると定着しないです。練習熱心な方ほどやればやるほど最終的には体壊したりします。 おかっちは過去にプレイヤーの時にそういった経験をしているので皆さんには絶対にそんな辛い思いはしてほしくないなという思いで動画を撮っていますゴルフスイングについてかなりはっきりとした動画内容で配信していきたいと思いますおかっちの一つの意見ということではなくて定理事実として配信していきますそれではまた